どうも、セイディです。KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。ではね、頂上決戦やっていきましょう。今週、一発目ですね。今日木曜日なんで、今週もやっていきましょう。島次郎さん、先生取られた、オロチヤシロ。さあ、千鶴とジョーか。千鶴とジョー。オロチヤシロ取ってるから千鶴にしとこか。オロチヤシロおらんかったら多分ジョー取ってますね。暴走より来た。アーデルハイド。キャラでは結構有利やな、これ。暴走とアーデル強いですからね。マッキーもいないね。ただリンが出てますね。リンと2代目なんで、リンが要注意。クマクマヘビー。トラ。ヘビ、カメ、ヘビは有利か。カメは出しにくいな、これ。ゼロとオロチヤシロなんで。これでいくか。ていうか、どっちにしろシコンって聞いてないよね。なんかバグがあるんですけど、まだ治ってないと思うので、まあそこほんまね、早く治してほしいんですけど、なんか治る様子がないっすよね。おお、結構減るね。ほんまいきます。あー、スキル何も出ない暴走どころか何も出ない。あ、スクリアッパー、このアテナやられますね。さあ、アテナがやられて右京さんで倒されたんで、右京さんゲージ溜まってるね。オロチヤシロ行っとこうかな。行っとこう。うわ、暴走スキル出ろよ。暴走出てほしい。めまいもないし。あ、でもここで暴走溜まりましたね。暴走が溜まった。で、ここのジョーは使えないでしょ、さっき使ったから。お、ヘビーリー、あー溜まってたんや。そうか、右京さんも使ってくる。うわ、結構減るね。そうか、固定ダメージか今の。ちょっとオロチヤシロ失敗したな。早かったな、これ。うわー、マジで。マジか。全滅狙おうかな。次は、リンが使える。全滅狙うのありやね。ちょっと待ってよ。こう行こうか、じゃあ。こう行きます。こう行って、暴走スキル出た。これ、ヘビー D は、ユリを使うと、倒す可能性あるから、使えないね。こう行っとこう。これユリ大丈夫かな。ちょっと心配やけどね。暴走クリティカルとか。うわー、ほら、うわー、やった。もうなんでクリティカル出るんって。もう最悪や、最悪。今ユリをジョーを殴ろうかなって思ったけど、やっぱそうしなあかんかったな。暴走のスキルね、あれクリティカル出たら倒すかなとか思ってたんですよ、ほんまに。これやばいわ。暴走やられたもん、ここで。マジか。厳しいね。お、暴走倒さないの？それ倒れへんよ。あ、倒れるか。これ、ほんなん全滅取れるんじゃん。ちょっと全滅狙いに行こう。ゲニーで、まあ、全滅無理やったとき、保険として千鶴はここに置いとこう。で、まずね、そやな。いや、全滅は厳しいか。ゼロ打つでしょ？ここ無理にでもね、あ、でもジョー溜まるか、これ。倒さないと溜まるか。まあ、行くしかないな、行こう。こう行きます。ゲニ打ってからアデルハイド。これで、右京、あー、そっちか。これやばいな。こうなるよね。いや、さっきのね、やっぱユリをジョーに行かなあかんかったな、どう考えても。これ負けるわ。負けるっすわ。K ダッシュ。ガードないわ。さあ、リョウはゲニに来たけど、これ右京さんがスキル出てたらやばい。スキル出てない。よし、ゼロ耐えましたね。耐えたけどこれもうやばいやろ。どっちにしてもやばい。復活ないかな。アーデル前に出すしかないよね。ないよね、もう。これでリョウめまいしない。めまいないわ。ここでもアーデルやられたら終わりなんで、多分やられるでしょ、アーデルは。やめろ、生きろ、よし。これはでも、いや、厳しいか。どっちにしろ厳しいか。ゼロ使えます。どっちにしろかな。アーデル飛べ。ゼロ、ちゃう。リン倒せてないの、今ので。体勢入ったわ。マジかよ。2代目は倒した。リン倒せてなかったな。ジョンフン。ガード。よし。
いやそれでもあのゲニの運ゲーないかな、復活の、あれ復活、おそっち来た、あーうわーこれこれちょなんやねその復活は、せっかくしたのに意味ないね。いやもう今のは僕が悪いっすわ、やってもうた、あのユリでジョーを殴っとかなあかん、ほんまに。あれはね全然あの結果欄とかじゃなくて絶対そうせなあかん場面やったね。暴走のクリティカルが出ることもやっぱ考えなあかんし、で普通にユリでジョーは倒せないと、倒せなかったんで、あれは確実に通常攻撃ならあっこは調整できる場面やったんですけどね、ちょっとミスりました。ギースとゲニッツは、ゲニか、このメンバーやったらゲニでいいわ。さあギース渡してます、もうヘマせんようにせなな、覚醒レオナですね、覚醒とギース、ネスツか、ネスツスタイルと覚醒やったら僕はネスツ取るけどね、先生は取ってる。ハイデルもこう、防御シンゴか、これマリーとシンゴしかいないんか、ナッコルルよりハイデルんだぞ。これでね、まあ今日しか置くキャラおらんか、これやったらこういこうか、よしいいね、スキルこのシンゴのスキルはいい感じ。ヘビヘビヘビ、カメ、クマもトラもおらんね。ハイデルンは、まあ、あんまり無駄遣いしたくないんですけど、まあ、このメンバーやったら泣く泣くね置いてるっていう感じ。これ使います、使っていく。でここは、全部っぱ、さあ全部っぱして、うん怒り下げましたね。ここのエイジ溜まってるんですけど使うかな、使わないね。ただこれ覚醒スキル出たらハイデルンやられるんで、これで列車でやられます。あれ生きるの、これ生きちゃうか、そしたらこういこう、これでもうナコルルは、あナコルルよりもハイデルンにやられてもらおうかな。そうやね、こっち行こう、こっち行って、ハイデルン、あ復活した、そしたら、こういこう、こういって覚醒叩いていこう。これでもハイデルンは使い物になりませんね。仮にナコルル調整してもハイデルンは列車でやられるから、だからエイジ倒しました。これハイデルンやられますね、列車で。なんで、ちょっと待って、今のもなんで、嘘やん今のも、やえと列車が切れたんかな、これは、こうしましょう、列車が切れたんかな、今の調整ミスりまくってるね、さっきから。ちゃんとベニマル、覚醒も使える、全滅はないっすね。でもこっち全滅はないんですけど、レオナか、今日がやられるな。さちゃん後半、うんベニマルね、あれ何してんの諦めるほどでもなかったと思うけどね。まあでもこっちが、かなり有利やったっすね今のは。じゃあもう一回いきましょう。さあランクバトルをしました。ちょっと調整のね、失敗が目立つんで、そこだけちょっと、ちゃんとせなあかん。最終と量か、これは最初なんで量取ります、1体目なんで。タクマハイデルンね、ハイデルン、これもね似たようなキャラやな、右京さん、桃子、右京さんかな、最後 UR、これはネスツ、今日先生は取ってるよね。イグニスね、覚醒とイグニス、クラークもおる、量を、うわ技型多いって、これほんまになんでなんこれこんなうまいこと技型による、うわクラークやばいやん、これうまいこと寄りすぎ、ほんまにめっちゃ技型やで、 1,2,3,4,5 体おるもんね技型、やばいなクラークほんまにやばいなこれ。創生ではないっすね、このベニマルはゲージたまるか、ベニマルちゃうタクマ、いやたまれへんかな今のダメージやったら、たまらないね。よしよしよし。これもうクラーク警戒せなあかんから、ベニマル、このままでいいか。このままいって、ベニマルは使うと、これタクマ倒すかな、多分生かせるような気もするんすよね。ギリギリ。生かせるよね。よしよしよし。いた。行きました。で、ベニマル倒してもらって、ただもうクラーク速攻警戒しとかなあかんな、これ。技型ポンポン置いてるとほんまにやばいんで。うん、これでベニマルはやられますね、ベニマルやられるんですけど、さあどうしようかな、クラーク警戒しとかなあかんから、アンディとか前に置いてもいいかな、
クラークが怖いからね。これハイデルンがほんでスキル出るとこのタクマを倒しちゃうんですよね。それがあるから、やりづらいんですよね。あ、やっぱ出てるわスキル。それやったらもう撃とう。うん、レッパー弾撃ってフォクシーも撃ちます。でこの、最終はできれば叩きたい。倒しましたね。これで、はい、クラーク出されても、まあ、全滅はしないでしょう。量おるしね、後ろにパオ、パオとモモコ。パオはどこかな、これさあ、イーリアンから、うん、モモコ期待スパー。うおー、めっちゃ減る。イボルスパーク、ハイデルに、うわー、生きてないわ。モモコ覚醒やな、今の。じゃあパオ、パオ覚醒やな。お、それすると好都合かな、これはハイデルに使えるんで。それしちゃうと、こういけばいいだけなんでね。ダンディ次ゲージ溜まるし、ハイデルここで使える方がいいからね、絶対。さあ、回復できますからね。これで向こうの人調整しにくくなるんで、ここは。パー叩いていこう。うん、ここで、もう強制的にこの2体を倒さなあかんから、結構好都合っすね。ただ、覚醒に、あれ入ってるんですよ。パオが。パオ覚醒に入ってるから、うーんって感じやな。ベニマル、うわー、そうか。アンディ。これね、むずいな。ベニマル出そう。こう言っときます。ほんで、ここで使って、ベニマルは、そやな。まだ使われへんな。使うとゲージ貯めるからね。次、ネスツ教。このまま来たらネスツ教と右京さん出せるから。このまま来ましたね。これで、イグニススキルやめて。怒りダウンやめてほしい。さあ、怒りダウンは、スキル。どうし、怒りダウンなかった。これなら大チャンス。これで一気に行きましょう。まずは、ネスツ教ですね。一気に行きますよ。これ、パオ復活するかな、覇王昇降剣。さあ、これで、復活なかったらいいけど、ベニマルからでいいね。ゲンハリケーン。やめろよ、覚醒。さあ、右京さん、切りまくれ。切りまくれ。覚醒やめてくれ。復活やめてくれ。やめろ、やめろ。わー、くっそ。っていうか、イグニスか。いや、パオイグニスやったんや。覚醒やと思ったわ。あー、クラーク来た。イリアンプレード。クラーク。これ、右京さんでもゲージ溜まりそう。あー、めまいした。軍内色を耐えてくれ。極力、極力耐えろ。極力耐えろ。うおー、生きてる。生きてるけど、これは、両前じゃやばいかな。右京さんで耐えるかな、これ。微妙かな。スキル次第やね、相手の。スキルが何も出なかったら、いける？うおー、生きてるけど、なんで麻痺すんの、もうここで。どんだけ運悪いんやって、ほんま。超マジで今のは。これはあかんで、運のなさやな。これは倒したい、このビッグを。うわー、もう運のなさやわ。ほんまにひどいわ、今のは。ひどすぎ。これはあかんね。ああ、麻痺がなかったら勝ってるよね、確実に。確実に勝って、勝ってたな。もう運のなさや、ほんまに。イグニスも復活されるし。いやー、もうこれはあかんで、ほんま。3戦やって2勝、2戦、2敗か。3戦やって2敗しましたね。めちゃめちゃやばい、前半から。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。